皆さんどうもこんにちは、ビピン AP 生き物チャンネルです。今日はですね、ミヤマクワガタですね。国産のミヤマクワガタです。それがですね、オスの交食がだいぶ先に始まってしまってて、この時期に起きるかっていう時期にね、始まったんですよ。2月ぐらいかな、いや2月じゃないか、1月ぐらいか、1月ぐらいに、ガサゴソしだして、もう食べてたんですね。でメスがですね、交食をタイミングいいのか悪いのか始めまして、まだ一月ギリギリ経ってないかなというぐらいなんですが、始めてしまったので、オスのねちょっと兼ね合いもありますので、そろそろ、はい、これメス産卵サイト組んでいこうかなと思いますが、どうなんでしょうか。はい、これはですね、うちでブリードした個体ですね、ワイルド F1 ですね、ワイルド F1。 じゃあこれも、これがオスですね。綺麗なね、ゴールドついてますよ、毛がね。うん、メスは黒かったっけか、オスだけかな、このふわふわするゴールドがつくのがね。はい、ちっちゃいんですけどね、なんでこう、顎挟まったままなんだ、なんだこれ、え、これ自分でこれあれ開きました。はい、こんな感じですね。非常にちっちゃいんですけど、ちょっとサイズは測らないですが、こんな感じでね、オスが先に交食を始めています。国産ミヤマですね。でメスもまあ例に漏れずちっちゃいですね。でせっかくなのでペア揃ったので、ペアリングをしていこうと思うんですが、これ同居ペアリングでいいのかな、同居ペアリングしましょうかね。じゃあ同居ペアリングにしたいと思います。はい、はい、ではではね、このような形で、まずまあクリアスライダーでいいでしょうね。はい、ペアリングのセッティングをしました。あまり交尾欲は高くないのかな、ミヤマクワガタは。ちょっとわからないけど、まあ果たしてメスが大丈夫かっていうところなんですね。乗せてみようかな。はい、こういうパターン多いよな、うち。ではね、これはちょっとすいませんけど、このまんまでやっておこうと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、やった。そしてですね、産卵セットなんですけれども、ミヤマクワガタ結構皆さん産まないとかいう方が結構おられると思うんですが、うちではですね、まあケースは別に大きさはそんなに問わないと思うんですけれども、小林シャッターのショーですかね、これが、はい、ショーに黒土マット、月夜のキノコ園さんの黒土マットを適度に固く詰めて入れるだけですね。はい、ちょっと加湿は多めにしていただいて、ちょっと固く詰めるだけで今のとこ取れてます。もう温度ですね、目標とする温度がだいたい20、まあなんか言うとこによると18度とか言いますか、まあうちは22度ぐらいです。ずっと夏場もね、ずっと22度この部屋で産んでますんで、多分その夏場のその冷房を効かせられない方はちょっとネックかもしれないですね。はい、じゃあこれちょっとね作っておきましょう。ペアリングできると信じて、
よし、入れすぎたぞ。いいだろ、入れすぎたけど、はい。よし、これちょっとクロッチマットやったらもうダメだね、はい。よし、これで終わりなんですよ。ミヤマクワガタの産卵セットもこれ以外やることがない。時々あの端材をね、材をちょっとこう埋めておいてもその周りに産卵しやすくなるみたいですが、いいですね、これだけでね、はい。これでミヤマクワガタ産卵セット終わりです。はい、でまた成虫はねペアリング中なのでこれは OK です。はい、成虫はというとですね、まだあのオスが挟まれてますね。まだ挟まれてますね。これ前途多難ですね、これね。まあいいのか、これちょっと1週間ぐらいね入れっぱなしにしておきます。はいはい、じゃあね、あの今日これで終わりなんですよこやつのあのあれがね、ちょっと交尾がねできないもので、今日はこれで鳥間ととりあえずが一緒になったから終了になります。ミヤマクワガタまだまだ出てこないと思うけれども、今年もね、まあ取れるでしょう。うちのあのマンションの廊下に飛んでくるんですよ、メスだけ。なぜかメスだけですよ。オス見たことないですよ、本当に。オス、ほとんどオス見たことない。はい、これはね、あのうちの周りのやつじゃないんですけれども、では今日はこの辺で失礼します。また次の動画はですね、これ産卵セットに入れて、まあ暴きの動画になってしまうかなと思いますが、まあそんな感じでねやっていこうと思います。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。